準備運動。親指を反らす。四肢を反らす。皮膚筋の運動。足首の運動。アキレス腱の伸長。膝の屈伸。回旋。外回し、内回し。側方へ深く進展。手首の運動。手指の運動。腕の回旋。
首の運動、前屈、後屈、捻転、側屈、回旋、体の前屈、後屈、横押し、後方捻転、前方捻転、肩入れ、体落とし、剣突き、thank you.
朝廷宛て。波状の腕立て伏せ。後ろ飛び。かかと蹴り。跳躍。膝当て。手首、肘の屈伸。基本の立ち方。平足立ち。結び立ち。平行立ち。八字立ち。四股立ち。三鎮立ち。猫足立ち。前屈立ち。後屈立ち。
便速立ち。基本の技、受け技。上段受け。中段受け。打ち受け。払い受け。掛け受け。裏掛け受け。すくい裏掛け受け。回し受け。交差受け。基本の技、攻め技。順突き、逆突き。
裏付き。揚げ付き。後ろ付き。寸付き。平行付き。合わせ付き。裏剣打ち。振り打ち。剣追打ち。手刀打ち。
首藤外回し討ち。首藤討ち。裏首藤外回し討ち。前肘当て。回し肘当て。横肘当て。後ろ肘当て。下肘当て。両小手当て。膝当て。
前蹴り。側頭蹴り。回し蹴り。関節蹴り。受け即攻撃のために互いにぶつけ合い強靭な腕を作る。基本を養うための鍛錬法である。
剛柔流空手道の円、剛、柔の鍛錬法であり、粘りを養うのに適した技法である。このような器具を用いて体の均衡、柔軟性、持久力、瞬発力を養成するのである。流祖宮城長純先生が空手道の普及発展を図るため初心者を対象として作られた型である。剛柔流の基本の立ち方と攻防の技が網羅されており、初心者の技法から始まってさらに踏み込んだ技法の体得まで活用のできる型である。エキサイチ、エキサイチ、エキサイチ、
中段突きを受けて前蹴り、肘当て、裏剣打ち、下段払い受け、中段突きで決める。中段受け、合わせ突きで決める。